どうもこんにちは、今回はですね、お酒です。お酒をちょっと持ってきます。はい。ちょっとね、箱開けてしまったんだけど、うん、福の茂っていうところで、これね、とりあえずね、福島のもの、福島のお酒と、福島のおつまみが入っとって、毎月1回これがまあ送られてくると、うん、まあ、いわゆるサブスクっていうやつで、うん、福島県の酒蔵と、そこの酒蔵の人がそのお酒に合うであろうって選んだおつまみが送られてくるっていう、うんうんうん、まあいいか、その説明とかね、なかなかする前にまず中見ようか、何が入ってるのかっていうのをね、ちょっと見てみましょう。はい、まずはお酒ね、これは普通のお酒です、うん、で今回はね、ごぼうのチップス、あ、これ美味しそう。好き好き。イカ大根、あ、好きかも。これも美味しそうだね。ご飯に合う。麹のおかず、あ、豚じゃん、豚肉。あ、これ焼かねえけんね、豚ロース。あー、ね、そしてべったら漬け、これはうまいね、絶対うまい。そしてトマト、トマト、福島産のトマトってことかな。うーん、おそらくね、小冊子がついてくるんだと思う。あ、これちょっと印刷したやつなんだけど、うん、実際は紙雑誌ですが、スケジュールの都合上電子データで共有いたします。うん、そう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 。で、ちょっと待って、お酒はね、お酒を開けた方がいいのかな、これはまず、うん、で、今回のね、お酒は鶴の江酒造さんというところの会津中条。間違いなく、あの、ここは山口県だけど、なかなかその福島県のお酒って飲む機会ないじゃん。うん、まあ、福島県のお酒を見たところで、まあ、どこの酒を飲んでいいかわからんっていうのは多分絶対あるけ、そうだね、まあ、そういう意味ではこういうふうにね、選んで送ってきてくれるっていうのはいいんじゃないかなと思う。ちなみにこれ、お値段、どのくらい？これはね、6000円。ああ、そうなんじゃん。6000円じゃけ、まあ、例えばお酒が2500円ぐらいとかするとするじゃん。うん、そしたら、まあ、おつまみ一品500円、500円、500円、500円だったとしたら、5市20で4500円か、うんうん、で、例えばさっきのお肉が1000円だったとしたら5500円で、まあ、送料入れたら多分6000円ぐらいよねっていう感じかな。まあ、トマトはね、そんなに、うんうん、ああ、そうだね、そうそうそう。で、これ、全量じゃないもんね、べったらとか、あ、そう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 、ね、2回分ぐらいあるかな、ね、まずべったらがあって、イカ大根があって、ごぼうチップスがあって、トマトがあって、次にここにお肉が来ますと、うん、お楽しみね。え、焼きます。おはようございます。今回のね、このトマトなんだけど、まあ、味付けに特に指定がなかったよね。ちょっと味付けをしてみよう。さすがにこのままだと味がないかなと思って、うん、オリーブオイルと、あとはもうシンプルに塩だけでいってみよう。うん、ちょい足しやね。ちょい足しでね。うわー、美味しそう。よ、うん、おー、いいねー、美味しそう。麹がまとわりついた。漬け込んだやつ、ね。漬け込んだやつね。美味しそうだね。美味しそう。よし、こんな感じでできましたよ。べったらとイカ大根とごぼうチップスと、麹豚肉とトマト、それとこちらですよ。会津中条。これを。よ。なんかええ雰囲気が出るね。ねえ、さあ、じゃあどれからいきます。トマトからちょっといってみよう。トマトからいこうか、うん、これね、うん、じゃあいただきます。一緒に食べよう。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、美味しい。うん、うん、どんな感じ？
これはね飲みやすい、すごい。なんかね、あの説明に書いてあったんよ。まあ日本酒好きな人っていろんなものが飲めると思うけど、初心者というか、食べたこと、飲んだことない人っておるじゃん。で、そういう人らは、なんていうんだろう、飲みやすいお酒じゃないと、なんかこう敷居が高いっつうか。でけ、あの、お酒に関しては飲みやすいものを毎回こう選んで送りますっていう話だったよね。なるほどね。これがわかる、確かに飲みやすい。そしてうまい。へー。じゃあ今度は豚肉をいただきます。はい、いただきます。うん、これご飯欲しくなるんじゃない？ご飯食べていいよ、大丈夫よお酒飲まんでも。うん、ちょっと言うの分かってるな。俺ってその飲む時って米食わん人間じゃん。うん、だけど米食う人間でもいけるね、全然これは。じゃあいいね。うん、お酒飲める人でもいけちゃうね。いけるわこれ。あ、この豚肉うめえ。ね、油が。うん。油が美味しい。じゃあそうしましたら次はこれべったら。べったらね。いただきます。よいしょ。あ。うん。うまい。うん。ご飯に合う。やべえなこれ。俺多分一本飲んでしまうわ。ちょっともったいないけど。これ今日で1本いける？1本、あの普通に多分。すごあ、そうそう、で、一応ね、これは説明にはなかったんだけど、うん、あのね、日本酒って例えばこれ初めて飲むじゃん、うん、あんま日本酒飲んだりせんじゃん、うん、まあ飲めんのもあるし、飲めんね。で、あの俺みたいに飲めるような人間が例えばこれじゃあありましたってなるじゃん、これ送られてきましたってなった時に、味が分からんけ何合わせていいか分からんよね、これに対して。あの、まあなんか刺身でも買ってくればええんかなぐらいの話になってしまって。でそういう意味でもね、この酒蔵の人がこれに合うおつまみはこれだって選んでくれとるけ、まだ今のところ全く問題ないよね、美味しいね普通に。合う、とっても合う、とっても合う、とっても合います。待って待って、いただいこう。うん、いただきます。わあ、これもうめえ。おいしい。うん、イカの風味がする。ねえ、いや、これおいしいな。ちょっと、ね、あと次、ごぼうチップスだね。うん、私もいただきます。でかいの取っちゃう。うん、よいしょ。これはちょっと俺、もうちょっと塩が欲しいかな。うん、私もね、塩かけるといけんかも。うん、あ、すみません。まあこの辺はお好みでっていう感じになるの、うん、うんうんうん、おいしい。この塩味と日本酒がまたね、おいしい。あー、おいしい。ちょっとどんどん行きましょうか。俺もどんどん行くけど、うん、これを注文すると、まあ毎月いろんなものが来るじゃん。うん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 。このお酒もおつまみもいろんなものが来るわけよ。うん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 。で、これがなんか月末のね、木曜か金曜ぐらいに届くようになるんだって。週末ね。うん。で、まあそれ一人で飲んでもいいんだけど、もちろん。うん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 。だけど、なんかね、その週の土曜日にはなんかね、酒蔵さんがこうなんかズーム開放みたいなのして、そのズームを見ながら、まあみんなでお酒を飲みましょうみたいな会があるらしくて。なるほどね。なんかこうなんつうんだろうな、今ちょっとご時世がご時世じゃけ、うんうん、ね、なかなか居酒屋行けんとかあったりするじゃん。うんうんうん、でまあ外に行かれんもんだけど、うん、まあこれを頼んで、うん、まあそのズーム話なんかしたりして、うん、あ、なるほどね。まあなんかちょっと店に行った気になるというか、あ、まあこの場合は福島県に行った感じになるって感じなのかな。うん、なんかみんなで飲んでる感じね。そう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 。で、福島県にね、旅行行くってのもなかなか遠いし難しかったりするけ、うんうんうん、そういう意味ではこういうのはね、新しい味に出会えるんじゃないかなと思う。うん、で一応ね、セットがね、3種類あって、うん、これがね、スタンダードプランというやつで、はいはいはい、6000円のコース、はい、で、この日本酒とおつまみが一品だけつくっていうのが、プランであって、それがライトプランっていうやつで3500円。うん、で、このプランにさらにもう一本お酒がついたプレミアムプランっていうのが
1万円のコースかな。へえ、なるほどね。うん、このプランも1万円かもしれないね。なんかまあ一番買いやすいかもね。うん、うん、いろいろね。で、あの月1回の楽しみとしてね、これがあるのはすごくいいんじゃないかなと思う。そうじゃね。福島県って前行ったじゃん、実際に。うんうんうん、実際に行ったけ、なんかこう俺的にはなんつうんだろうね、福島県をこう応援したいみたいな、うんうんうん、気持ちがあって、やっぱり、うんうんうん、前にあのメスティンで5分で炊けるお米っていうのはあの福島県のやつだったし、うんうん、これも、うん、まあその福島県ということで ね、 そうね、ちょっと応援したいなと思ったりするんだけど、うんうん、まあ、これを作っとる人たちの気持ちとしては、うんうん、まあそのなんつうんだろうな、発信していくから受け取ってくださいみたいな感じなんかなっていう感じで、うんうん、あの文章とか見る限りね、うん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 、まあちょっと頑張ってほしいなと思ったりもするかな。今回に関してはね、あの専用 URL みたいなのがあって、うん、でその専用 URL っていうのが、うん、まあその YouTuber とかいろんな人がおるんだと思うけど、うん、その人たちそれぞれ の、 あの URL が発行されとって、でそこからなんつうの、ね、あの売れたらその売れた分の何パーセントみたいな話もあったんだけど、はいはい、それやるとなんか違うじゃん、応援とかっていう話じゃなくなってくるけ、うん、でそれはあのやってない、うん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 、そのなんだろうね、こっちにじゃなくて、そう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 、もうそ、あのそのこれ作っとる人たちに全部入るようにってやっとる、うん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 、まあそれが、ね、俺はね、俺的にはね、うんうん、そっちがいいかなと思って、うんうん、そうね、うん、ちなみにこのセット、うん、このセットと全く同じセットが届くっていうのは8月15日までに申し込む専用券なんだって。へー、で、うん、まあその締め切りで8月の末に届くような感じになるのかな。なるほどね。うん、でまあなんだけど、そのまあいろんな人が動画を上げたりとかするんだろうけ、うん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 、その新しくプランに入る人が多かった場合、その参加者が多かった場合っていうのは、あのまあこのセットじゃなくて次の9月のセットになる可能性があるっていうね。あ、なるほど。うん、だけどそれはそれでこれとは全く違ったセットが届くけ、まあそれはそれで俺は面白いなと思う。うん、うん、でそれで毎月いろんなねセットが届いたりするっていうのがこれの醍醐味だと思うけ、これは面白いよね、うん、なんか俺みたいにそのキャンプ行ったりとかして酒ばっか飲むような人間は、うん、これ、まあ、1セットあったらこれでもう全部こと足りてしまうけ。そうじゃね、うん、確かに。なんか多分料理作ることもなく焼いただけじゃもんね、うん、豚肉、うん、こと足るね。これだけで一晩飲めると思うよそうじゃね、うん、そうかもしれん。お酒作っとる人がやっとるだけあって、まあよう合うよそりゃ、確かに、うんうん、でもこの組み合わせを一発で見つけろっていうのはまあほぼ不可能に近いと思うけ、うん、飲めんけど私付き合えるね白米とともにそうね、あそうそう、でけまあなかなかね家で奥さんと一緒に飲むっていう人はまあおるんだろうけど、俺らの周りではおらんじゃん、あんまり。あ、旦那さんは飲むけどみたいなおるけど、うんうん、で旦那さんが買ったとしても一緒に楽しめるね。そうそう、晩酌でこっちは付き合えんけどこっちで付き合えるっていうのはね。あ、そうじゃね、白米で付き合いますね。またなんか夫婦仲も良くなるんじゃない。ね、わからんけど、すげえ無責任なこと言えるけどいや、どうじゃろうと思ってそうね。ちなみに獺祭とどっちが飲みやすい。獺祭とどっちが、あのね、まあ両方飲みやすいけど味が全然違う。味が違う、うん、そうね、味は違うね。うーん、どっちも飲んなんかね、こっちの方がね酒って感じがする。あ、飲みやすいので言ったらね、獺祭の方が飲みやすいと思う。うん、だけどなんか獺祭の飲みやすさっつうのはね、なんかあんま日本酒飲んどる感じせんのよね、いろんな日本酒飲みやったら。ああ、そうなん。うん、いや美味しいよ、美味しいんだけど、違う、うん、違う感じなんだろうな、それは。でもそういう風に作ってあるんだと思う。その海外とかにも人気じゃん。ああ、そこそこ。そのいわゆる日本酒みたいなどぎついものを作ると、まあ、海外の人ちょっと難しかったりするんじゃないかな。なるほどね。うん、みんな違ってみんないいっていう。どっちも美味しいみたいな、ね。どっちも美味しい。ファンタとチェリーをどっちが美味しいかみたいな感じよね。うーん、両方美味しい。うん、なるほどね。すげえこれで腹いっぱいにしようぜっていう感じのものではないと思う。ああ、うん、なるほどなるほど、そうじゃね。もうちびちびこうちょっとずつ食べながら、うん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 、お煮干し飲みながらみたいな。うーん、なるほどね。うん、でもまあそれがねやっぱ酒飲みの楽しみ方なんだよねって思う。そうよね、ちびちび食べるもんね。なんかイタリア料理屋とか行ったら
まあ、そのご飯食べながらワイン飲んだりってあるけど、それはもうガツガツ食いながら飲みながらってなるけど、やっぱ日本酒はね、こういう楽しみな気がするような、ちょっとずつみたいな。ああ、なるほどね。で、最終的にはあの塩舐めながら酒飲むみたいな。すごいなくなっていくね。あ、酒だろ。うん。でもそれでも今ね、撮影しながらだけゆっくり飲みやすいよ。ああ。撮影しなかったらもっと早いと思う。あ、そうよね。うん、今ここまでない。今これでいったらここぐらいまで飲んだんか。そうね。いや、飲んでしまうのよこれが。美味しいお酒とね、美味しい魚があると。そうだね。確かに。あと楽しい会話があるとね。うまい。今これ座ってるけど、多分ね、こっち側にね、うん、あの虹色クワガタの虫かごが多分映ってると思う。まあちょっと、まあその辺は気にせずにね、ちょっとこの辺隠しとこうかな。まあ、そうだね、うん、家庭のあれが見えるんだよ。あれでも、いわゆる YouTuber の人ってね、うん、家めっちゃ綺麗じゃん。まあそれはすげえ儲かって、あの綺麗よね。何、新築建てたりとかするかもしれんけど、うん、こういうなんか生活感のある家ってあんま見たことないもん。YouTube でみんな綺麗にされとってよね。あれがすごいよね。まあ今回この焼く料理もあったけど、俺ってその料理動画とかもやったりするじゃん。絶対換気扇いるじゃん、うん、あの今の時期ちょっと窓開けとっただけだったら暑すぎるし、結局その台所が撮影場みたいになってしまうよね、うん、ここ今ちなみに台所です。なんで台所に虹色クワガタがおるんかっていうの。あ、台所じゃないわ、なんつうのこれ。リビングっていうか、うん、マジ生活感ないもんな。あの、子供チャンネルみたいな人。うん、ね、いや、あれは多分儲かっとるんじゃないってことなのね。そういう人はぜひね、この1万円のサブスクのやつを申し込んでもらってね。儲かってる人はね、儲かってる人は、うん、いいな。うん。いや、でもほんまにやっぱ実際福島に一回行った身としてはね、うん、やっぱ頑張ってほしいし、うん、うん、昔あったじゃん、なんかこう食べて応援みたいな、でもそんな感じなんかな、うん、その被害の大きさとかも違うと思うけどね、その福、うん、同じ福島県の中でも。あ、そうだね、うん、俺あの極上お兄さんで行ったところあるじゃん、うん、あそこなんてのはもうあのそこの町の人自体がもうよそ行ってくれってやつだったじゃん。あれ衝撃的だったもんね、行った時。なんか、まあ除染作業をしてる人もいるし、その普通にこう、街の道があるじゃん、うんうんうん、大きい道があって、そこからこう一本道入ってこう入ろうとするじゃん、うんうんうん、それはまあちょっと狭い道になってみたいな、うん、狭いやつもそこまで狭くないけど、うんうん、あの1車線1車線あってみたいな道とかこう入っていくんだけど、うんうんうん、そしたら、入っていったら50メートルぐらいしたら、うん、ガードマンがおって、うん、ガードマンがおって、うん、あの入れんように止めとるんよね。ああ、これ以上先はもう行ったら危険ですってこと？そう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 、うん、1軒2軒ぐらい確かコメントがあったよ。まあそういうところに遊び半分で行くのはどうかみたいなのは あったんだけど、そういう意図は全くなくて、あの、あれ言ったの2年前だったじゃん、うんうん、で2年前で、まあ今ももちろんそうなんだけど、誰ももう震災のことなんか言わんじゃん、うん、今ね、今まあコロナもあるしオリンピックもあるしなんだけど、うん、もしその2つがなかったとしても多分誰も言ってないと思うよね。誰もってことはないけど、うん、ほとんど、そうそう、風化してる完璧に。で、俺も風化してる以上はある程度なんかその日常に戻ったんじゃろうなと思って行ったわけよ、うん、で全然日常でもなんでもなくて、あの、まあ、言葉は悪いけどここが日本かみたいな感じだったけ。あ、そうだって道ガードマンが立っとって、うん、そこ町があるのに誰も入れんのよ。誰も入れんくて、でなおかつなんか途中ね、極上兄さんとコンビニに寄ったんやね確か、うんうん、でコンビニ寄ってそのコンビニの近くに、うん、あの窓を開けて走るなって書いてあったよね、車で。あ、で、まあそんなのとかありえんじゃん、うんうんうん、だけど実際に行ってみて初めて、あ、ここってそういう規制じゃないけどそういうのがまだあるんじゃんみたいなのがあったし、うん、そんなの分からんしテレビでもやらんし、うん、ねえっていうのがあるけど、あれはなんか撮っとってよかったかなと思うけどね。うん、そうね、こう生きよるけ、うん、これがまたコロナが終わった頃にじゃあまた行ってみて、
多分進んどるかって言ったら進んでない気がするよね。進んでないと思う。あとカンペで何かあったかいな伝えてほしいことみたいなのが結構あったけ。あ、ステマじゃない、ステルスマーケティングって言うの。ステマはではない。あのここの人たちもね、そのステルスマーケティングみたいなことはしたくないけ、そこは強調してくれ、強調してくれじゃないけど、なんかちゃんと言ってくれっていう話をしよった。ステルスマーケティングではないです。あの、これを提供してもらって、で、僕自身がそのちょっと福島を応援したいっていう気持ちもあり、お酒が好きっていうのもあって、じゃあ紹介してみようかっていうだけでやって、あとはっていうか、この動画をどうやって落とすかっていうのが俺はすげえどうしよう。やっぱあれかね、釣りバカにし的な感じでなんかこう飲んで食べて、浜ちゃん、みちこさんみたいな感じでこうちょっちょちょっちょ始まって合体で終わる感じがええんかね。いやー、もう転ぶにしてダメだね今放送した。あ、そういうこと。うん、釣りバカにしどうなるんだろうね。浜ちゃんがスーさんになったね、役としては。あ、そうなん。あ、違ったっけ。そっか、亡くなられたけんね、三国連太郎さんがね。え、そういうこと。あ、そうなん。え、だったって気がする。で、あの浜ちゃん役になんかこうちょっと若手俳優みたいな。あ、あの人だろ、あのお先にどうぞみたいな人だろ。これちょっとカットせんといけんけど、あの、ドラマでさ、これ全然面白くないじゃんっつって、あの孤独のグルメみたいなやつなんだけど、お先にどうぞじゃなかったかね。なんかこう食べ方をこう、うんちくするみたいな。あった。その人の俳優じゃないかね、確か。違ったっけ。あれ、クソつまらんかったね。これ使おう。ダメ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 。え、ちょっと待って。じゃあ、あれはね、良くないって絶対。だってなんか、その、孤独のグルメってなんか、あの美味しそうなものとか、なんでもないようなものとか、知らんようなものを、なんか五郎ちゃんが、まあ、いろんなストーリーあって店の中入って、店はこういう感じかみたいな感じで、でなんかそこの人たちも降りつつなんか食べて、うまいじゃないかっていうのがいいわけじゃん。それだけじゃん。そのうまいじゃないかで終わるわけよ。そっから先になんかこう、例えばこの豚肉だったら、これはバルサミコ酢を足したらもっと美味しいのにとかっていうような、貝原雄山みたいなことはやらない。いやいやいや、そうそう。だけどあのドラマに関しては、この料理の食べ方はこうであって、もっとこうしろみたいな感じだったよ。食べ方をなんかこうあれだったよね。この自分がやりたい食べ方でお前も食べろみたいな感じだったよ。あ、そうそうそう。俺あれ大っ嫌いなんよね。押し付ける感じがした、ね。そう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 。で、それに当てはまらんかったら怒りよったじゃん、なんか。怒りよった。あれがなんかね。あれが良くないよね。なんか。みたいな。あ、おるおるこういう人みたいな感じだったもんね。美味しいものは好きに食べたいよね。そう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 。じゃけあれ。ミンクなったあれ確か1話か2話ぐらい見てから、あ、これもうダメやっつってミンクなったよね。確かその時期、その俳優さんじゃなかったっけ、違ったっけ、まあ、違ったっけ。ただそのあれに関してはその俳優さんが悪いではなくて、脚本みたいな、ね、脚本みたいなのが悪かったよね。うん、そうそうそう。つまらんかったじゃなくて許せんかったんだろうな、きっと。食べ方はもう好みじゃんね、人それぞれだけ。そうそう、餃子にね、酢をかけるんか、ラー油かけるんかも別に好きにしたらって感じだもんね。そう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 、うん、結構あるじゃん、そのキャンプ的なやつでもこれじゃないといけないみたいな。なんか、焚き火に火をつけるときは着火剤じゃダメだみたいな人もおったりするけ、ね、いや好きにやったらええじゃんって思うよね。それを言い始めたらキリがないけ、じゃけもうあるもので、自分の好きなものでやったらいいじゃんっていうのが思うんだけど、そうもいかん人がね、やっぱりおるわけで。あ、こだわりがあるんですね。あのツイッターとかでなんか変な論争とかになってる時とかすげえ思う。ああ、うん、ね、そんなに人のことを気にするみたいな感じのこともあるし、例えばあのファミリーなんて机と椅子がセットになってるやつあるじゃん。あれを持っとっても別に恥ずかしいと思わんもんねキャンプ場行って広げとっても。俺全然思わん。あの俺ってね、あのまあありがたいことにいろんな道具とか使わせてもらう機会があるじゃん。で、中にはやっぱりかっこええなって思うものもあるよ。だけど、そのかっこええもんだけ集めたいかって言ったら全然そんなことなくて。100均のも使うしね。ああ、そうそうそう、ほんまにね。うん、で、なんかまあ、いいと思ったものを使えばいいんじゃないって思うけど、
俺自身にそのブランド信仰みたいなものが全くないけ、いい道具っていうのを使わせてもらうことは多いけど、多いし、あの実際使っとるけど、その椅子とテーブルがセットになってるやつとか使うのはなんかこうかっこ悪いとか恥ずかしいとかって思ったことはないね。だって楽じゃん。子供たちと一緒に使うじゃん。だけ子供らからしたらもっと関係ない話であって、そうだよね。なんかそういうことあの言われるじゃん、あのヘリノックス的な椅子というか、あれ座るよりも多分座りやすいと思うよね。ああ、そうだね。だって沈まんし、椅子とそうそう沈まんし、あの座面とテーブルのその天板の高さが多分ちょうどいいと思う。写真とか撮って映えるのはそれは確かに、あのそういうヘリノックス的なやつってのは分かるんだけど、全然映えんよね。あ、言っちゃいけんかったかね。いや大丈夫大丈夫。毎年年末映えてないけね。全然映えんよね、うち。だけどなんかそれでいいんじゃないかなって気がするけどね。なんか他のなんかあのまあ他の家庭とかはね結構かっこよかったりするけど、ね、かっこいいけどうち全然おしゃれじゃないもんね。なんかこういやそれであの多分ね俺ね一周回って別にどうでもいいわって多分思っとんだと思うんだけど、こう回ってしまって、であのこれから子供たちがその何かっこいい人とかおしゃれな人たちとかを見て あこれおしゃれじゃな、じゃあこうやってやりたいなっていうのは俺全然反対せんのよ。別にそれはそう やってみたらっつって、でそのかっこつけたい気持ちってのも分かるし、でそれはそれでやってって思う。まあね、各々好きなように。そうそう、好きなようにやったらいいと思う。だけどなんか多分最終的になんかもうめんどくせえけこっちに戻ってきそうな気がするけどね。なるべくなんかその、まあ早いうちからカッコつけることかになってほしくないなってのがあって、なんか、でもカッコつけとるよ。なんか髪立たしてくれとか。まあそれはあるね。いや、じゃなくてなんかその服がカッコいいとか物がカッコいいっていうのは本来ね、あのなんか俺はそうだと思うんだけど、あの本人のカッコよさと全く関係ないじゃん。例えばあの俺これ今無地の T シャツ着とるけど、これがなんかすげえかっこいいブランドものの T シャツだったとして、それはあのその T シャツがかっこいいにあって俺がかっこいいわけではないけ、なんかいろんなものに対して多分言えると思う。車だったりなんだって絶対多分全部そうだと思うんだけど、そのものがかっこいいにあって自分がかっこよくないんであったら、なんか俺はあんまり魅力感じん人だけ、それよりかなんかこう話してわこの人かっこいいわっていう人の方が俺は惹かれるっていうだけで、これお酒好きな人はねその1万円のセットの方がいいような気がする。あ、そうなん。なんかだってうまい系結構飲んでしまったもん。お酒が飲めんけ、私が多分飲んだらこれ1ヶ月ぐらい持ちそうじゃけ。飲める人だったね。まあ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 、こんなん飲む人はね、そうかもしれない。こんなんお時間持ってっての一緒でなくなるけ。なくなるね。多分つまみも全部なくなるわ。あー、なくなるじゃろうね。あの、今回この鶴の家酒造さん、もうこれやっぱり福島県会津若松市になっとんだけど、まあ今はちょっと行かれんけどね、また福島とか行くことも多分あると思うよね。絶対関東にはまた行きたいなと思ってるけ、動画撮りながら行ってその道すぐらでこの酒蔵に寄ってからね、この酒とか買えたらええなと思うよね。これが何年がかりになるか分からんけど、東北にもね、あ行きたいしね。刑事さんとかいます。刑事の店4周年だってよ。ああそんなになるかねえ。つうかあいつが店を4年間維持できてるのがすげえなと思う。あそうなん。いやなんか結構潰れる店って多いじゃん。こんなこともあってね。でもなんかやっぱそんなに刑事さんのことすごい詳しいわけ、詳しいわけっていうからそんなにしとるわけじゃないけど、すごいなんかこう人が集まってくるよね、刑事さんの周りから。そうね、俺ねそこはねあいつのずるいとこだなと思ったんだけど、ずるいとこっていうかもうあれ才能だと思うね。なんか人柄なんかね。そう、それも人柄だと思う。すごいよね。そうね、ほんといろんな人が集まるというか。いやー美味しいね。ね、トマト俺食べてもいい？最後に。あ、いいよいいよ、どうぞ。
昔だったら絶対こんなの食べんかったけどね、トマトとか。そうよね、生じゃんって言われいいよったもんね、多分。うわ、落ちた。結婚した当初は全然全然だったもんね、ほんまに。何出していいか分からんかったもんね。まあ、いろんなものが食べれるようになったって言いながら、いまだにガスト行ったらハンバーグだけどね。チーズインね。いや、だってあれ一番うまいもん。でも他の食べたことある？私、それ以外を食べとるあなたを見たことないよ。ないね。だって失敗するの嫌じゃん。ああ。頼んでみて。ああ、なるほどね。って多分その食のあれが広がらないんだけど、あ、そう、そういう意味で言ったら、今回出たメニューってあるじゃん。うん。俺多分自分では何一つ買わんと思う。あ、本当？うん。日本酒買ってきました。おつまみこれにしますって絶対多分やらんと思う。そうよね。うん。私も日本酒何に合わせていいかよくわからない。ねえ、そう考えたらやっぱりいいと思うよ。その考える手間もなければ、失敗もないっていうね。そうよね。うん。だってお酒作ってる張本人がこれが美味しいよって言うんだけど。美味しい。美味しい。うん。さっきから飲みながらバクバク食べたもんな。ただね、うん、1個だけ思うのは、うん、俺はこれを動画撮ったりしながらじゃなくて、映画とか見ながらやりたかった。それが楽しみだもんね。唯一ってこともないけど、うん、子供が寝てから2人で映画見る時間が、その自由時間じゃないけどね、1日のうちのすごい楽しみな時間だったりするわけじゃん。そうね、ほんまにそうね。ゆっくりご飯が食べれる時間っていうかね、この動画は適当に20分ぐらい撮ってそれで動画にしようと思ったけど、結局なかなかでやってしまったな。いや、なんかいろいろ話しちゃったらなんかだんだん熱く語ってしまうだけな。ここじゃやる気いけんのだろうね。だんだん後で自分が追い詰められていくんだろう。編集大変だったって。時間がないっつってそうかもしれない。でもほんまに美味しかったね。いや、美味しかった、ほんと。嘘つくのだけはやらまーと思うよったけ。ああ。よかった。合わんかったら合わんって言うと思うよった。うん。で、これは塩味がいる。うん。で、このトマトは、オリーブオイルと塩があって、もっと美味しくなると思った。美味しかったもんね。うん。美味しかった、美味しかった。あれ、多分そのままだと、そんなでもなかったんじゃないかな。そのまま食べてればよかったね。ああ、そうやね。でも、オリーブオイルと塩でも結構シンプルなんだね。シンプルよね。うん。美味しかったよ。うん、そんなトマトソースにしましょうとかそういう話じゃないけど、よかったよ。そうじゃね。うん。じゃあこれから映画でも見て2回戦目いきますか。あ、2回戦目後半戦後半戦っていう。うん、あ、そっちね。わかった。え、どっち？いや、なんでもない、なんでもこれ使おう。え、すいません。すいません、つって。まあまあ、そんな感じなんで、今回のね、この福野茂さん、まあ、この福島県を応援したいみたいな気持ちでですね、この、お酒とおつまみセットっていうのをご紹介したんですけども、お酒とおつまみが単純にこう、美味しそうだったなと思って、買っていただける方がいるとすごく嬉しいなと思いますので、ぜひですね、概要欄の方に URL 貼っておきますので、見てみてください。だんだん酔っ払ってきたな。ね。ね、ちょっとあと残りこんだけ飲みましょう。すごい、なくなるね、今日でね。いや、まあ全部なくなるね、間違いなく。すごい。ということでですね、まあ気になる方はぜひチェックしてみてください。それではもうちょっとこっちかな。正解。またね。